こんにちは、大竹しのぶです。南座っていう、いつもあここが南座なんだって思いながらいつも通っていました、はい、なんかとてもやりやすい劇場だっていうのは聞いたことがあるのと、あとまた京都っていうところの土地でやるっていうのもなかなかないことなので、やっぱり劇場には劇場の持つなんかそれぞれのエネルギーっていうのがあって、だからその女の一生っていうお芝居に合ってると思うし、私はそのエネルギーがね、だから南座でもどんなエネルギーが私たちを迎えてくれるのかすごく楽しみだなって思ってます。2020年に初演を迎えました女の一生が再び幕を開けます。私は布吹圭という10代から50代後半までの女性の女の一生を演じます。本当に宝石のようなセリフが散りばめられていて、どの年代の方が見ても心に残るお芝居だと思います。たくさんの方に劇場に来ていただきたいと思っております。お芝居って本当に楽しいです。ぜひ客席に座ってこの感動を味わっていただけたらと思います。みんなで一生懸命頑張りますので、劇場でお会いしましょう。